カジノに行くんだから服装には気をつけないとね。じゃあ早速服を選びに行こう。待ってください、シル。今は仕事中です。しかも何より夫婦役なんて。いいから、こういうのは早く決めないと。お金持ちそうに見られなきゃいけないから、一番良さそうなのを選ぼう。しかし、そんな持ち合わせは。頼んだらね、商人のお得意様が用意してくれるって。すっごい安く貸してくれるみたいだから。そんな商人、どこで知り合ったのですか？あ、これなんていいかな。それともこっち？話を聞いてください。あー、これもいいな。迷っちゃう。ねえ龍、どっちがいいと思う？シルがお召しになるならどれも素敵です。選んでくれないの？うん、強いてあげるならこちらかと。そっちもいいけど、やっぱりこっちの方が貴族様っぽいかも。最初から決まっていたのでは。じゃあ着替えてくるね。どうかな。素敵ですよ、シル。しかし本当にこんな大胆なものを選ぶのでしょうか。もう龍ってば。とりあえずもう少し選んでみようかな。どうか他のもっとつつましいものを選んでいただけると嬉しいですが。まあ衣装は良いとしましょう。しかし課題は山積みです。アンナクレーズを奪還して走って逃げるわけにはいかない。彼女用に馬車の用意も必要です。私たちも夫婦の衣装のまま逃げるわけには。どこかで着替えなければ。大丈夫、お得意様に馬車の用意は頼めるし、カジノに近いお客さんに服を隠しておいてもらうから。もちろん秘密でみんな協力してくれるから。うん、シルの人脈は一体。そんな人脈だなんて、酒場の店員さんをやってればできちゃうものだよ。そんな店員、私は知るしか知りません。もう深く聞くのはやめます。そして深く考えるのもやめます。そんなに変かな。知る、あなたは自分の魅力を理解した方が良い。カジノでもシルの可憐さに目がくらんだ暴漢が襲ってくるかもしれません。それでも龍が守ってくれるでしょ。もちろんです。あなたに指一本手出しさせない。頼りにしているわね。シル、何も今から夫婦の練習をしなくても。潜入なんだから怪しまれたら困るよ。今から練習しておかないと。はあ、私もすっかりあなたの手のひらの上で転がされているようだ。本当にこのような格好をするのですか？龍はかっこいいから大丈夫だよ。男装だって似合っちゃう。しかし私がこのような。じゃあ私が夫役をやろうか。シルにそのようなことはさせられません。すごい龍、とってもかっこいいよ。お店に出たら女性のお客さんから人気が出ちゃうね。そのように褒められても嬉しくはありません。私は戦ってる龍も今の龍も好きだよ。シル。それに男装の龍も素敵でとっても好き。なんでしょう、シルにそう言ってもらうとつまらない悩みに思えてしまう。そうだ、本番で失敗しないように男性になりきる練習をしよう。練習？
要ありません。ダメダメ、アンナさんを助けに行く前に正体がバレちゃったら大変でしょ。確かにそうですが、どんなことを話せばよいのか。酒場のお客さんとかいろんな男の人を見てるでしょ。そういう人たちを真似すればいいんじゃないかな。あんな粗暴な方々が参考になるとはとても思えないのですが。じゃあ例えばだけど。ほら、涙を拭いて。君は笑顔が一番似合ってるんだから、もう二度とそんな顔させないよ。私がずっと君を守るから。みたいな。そのセリフ、潜入時に使えますか。使う時が来るかもしれないよ。私が練習したいのはもっと普通の会話です。アンナさんを助けるために女の人から情報を得ないといけない時だってあると思うの。そうしたらロマンチックな言葉で誘惑しないと。誘惑、一理あるのかもしれませんが。でしょ。ほら、竜も何か言ってみて。君のこの手を離さない。待ってください、シル、なんだか楽しんでいませんか。そんなことないよ。では、からかっているのでは。もう考えすぎだって。お店に戻ってからもたくさん練習しようね。楽しみだな。本来の目的を忘れていませんか。ルノアカニャ、こんな時間にどうしたんだにゃ。ちょっと忘れ物しちゃってね。てか、それよりあんた、その服は？何？仕事再開したの？そんなんじゃないにゃ。ただ荷物の整理してたら、この服が出てきたんだにゃ。久しぶりだから着れるかにゃーと思っただけにゃ。昼間に着るのもあれだしにゃ。そういうことね。なんか久しぶりに見たな、その格好。もう懐かしいくらいに感じるにゃ。あの頃はいろいろ大変だったにゃ。見合った報酬さえ用意してくれれば仕事はこなすけど。なんて言ってたにゃ。今思えば肩凝って仕方ないにゃ。それ私も一緒かも。何の因果かこんなことになっちゃってね。そういや、あれだにゃ。ふと思い出したんだけど、あの時、ルナーとは決着ついてないにゃ。何？やる気？冗談だにゃ。今更そんなめんどくさいことしたくないにゃ。そうだよね。明日も仕事があって大変だっていうのに。明日は朝から仕込みだにゃ。早起きしなくちゃだにゃ。前は夜の仕事が多かったから、そこは今の方が辛いね。まったくもって同意だにゃ。やるって言ったらどうするにゃ。別にいいけど、でも、やる意味ある？ないにゃ。一銭にもならないし、面倒なだけだにゃ。ねえ。そんなことするくらいなら、ぬくぬく寝てたいにゃ。美しい少年のプリプリお尻に囲まれる夢を見ながら。ぐふ、ぐふふふ。黒猫も変わるもんだね。前からこんなんだにゃ。ああ、そうなの？はあ、久しぶりにこれを着てみたけど。なんかもうしっくりこないにゃ。
私もそんな感じだよ。エプロン姿のが普通になっちゃった。こんなんでいいのかにゃ。まあいいんじゃない、楽しいし。確かににゃ。てか早く寝ないとだよ。明日は早いんだし、寝坊したら怒られるよ。それはごめんだにゃ。じゃあおやすみ。さてと、ミャーも寝るとするかにゃ。ちょっと動いたら破けた。ひょっとして太ったかにゃ。とトレーニングを再開するにゃ。明日から運動しなくちゃだにゃ。まっと酒持ってきやがれ。とろい動きしてんじゃねえぞ。こらあの人ちょっと酔いすぎのような。ダンジョン帰りみたいなんですけど、確かにちょっとあの態度は良くないですね。注意していきましょうか。ううん、大丈夫です。きっとそのうち。あ、ほら。あ、なんだてめえは、文句あんのか。こら、おみゃ、さっきからうっさいにゃ。なんだと、それが客に対する態度か。この猫女がぶっ飛ばしてやる。猫をバカにすると引っかくにゃ。殴ってたじゃねえか。しゃあ、ごめんなさい。はあ、言ったにゃ言ったにゃ。めんどくさいにゃ。普段ならこういうのは龍の仕事にゃ。お疲れ様。龍は今日お休みだからしょうがないね。アーニャさんすごいですね。さっきのお客さんそこそこ強そうでしたけど。酔っ払い冒険者にゃんて第一級でもなきゃミャーの敵じゃないにゃ。だ、第一級冒険者って。ふふん、ミャーを舐めちゃいけないにゃ。アーニャさんも冒険者だったんですか。昔の話はあんまり聞いたことないですけど。めんどくさいから普段は話さないけど、今日は気分がいいから話してやるにゃ。あれは何年くらい前かにゃ。海藻主だ、お助け。おい、あんた不用意に近づくんじゃない。命が惜しくないのか。誰に向かって言ってるにゃ。まさかこのアーニャ様の心配をしてるのかにゃ。おお、アーニャ様だ。あの伝説のキャットピープル、戦場の美しきマタタビ、アーニャ様がおいでなすったぞ。そんなに吠えるんじゃないにゃ。今からミャーが遊んでやるにゃ。トゥなんて素早い動きだ。あれこそまさに戦場の美しきニャンコ、アーニャ様の槍さばきだ。謝るくらいなら
初からミャーに喧嘩を売るんじゃないにゃ。ミャーの前に立ちふさがるなら一回ちゃうにゃ。うわあーにゃ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 。って感じで最強の実力と最強のルックスを持つみんなから大人気の冒険者だったのにゃ。あーなんだその顔はだにゃ。いやだって作り話ですよね。なぜわかったにゃ。いや誰でもわかりますよ。だってゴライアスがごめんなさいって謝ったなんて話聞いたことないですし。調子に乗ってやりすぎてしまったにゃ。そんなことないにゃ。いやいやだってむちゃくちゃですよ。ゴライアスが謝ったとか。本当に謝ったんだにゃ。ミャーがこの目で見たんだから信じろだにゃ。そもそも喋んないじゃないですか、ゴライアス。喋るにゃ。人前で喋んないだけだにゃ。人見知りなやつなんだにゃ。一人の時は、おうおう、面白いことないかなとか、結構喋ってたりするんだにゃ。聞いたことないですよ、そんなの。あーにゃ、いつまでくだらない話してるんだい。さっさと仕事に戻りな。誰がゴライアスだい。聞こえてたにゃ。許してにゃ。なんだかな。でも強いのは事実なんですよね。アーニャさん、どこのファミリアにいたんでしょう。さあどこでしょうね。まだかな。もう待ち合わせの時間なんだけど。お待たせしました、ベルさん。ああシルさん。て、え、あれ、どうかしましたか。あ、いえ、お店の制服姿で来るかと思ってたので。その、ああ、この服ですか。少しおしゃれしてきちゃいました。どうです、似合ってますか。はい、似合ってると思います。え、それはまあ似合ってるってことはそういうことで。ん、そういうことってどういうことですか。ちゃんと言ってくれないとわからないですよ。え、それは、その、かわいいです。そんなに顔を真っ赤にしなくても、今のベルさんの方がかわいいですよ。え、いや、それは、なんて答えればいいか。素直に答えてくれていいんですよ。どうです、どっちの私が好きですか。見慣れてるのは制服姿ですけど、私服も新鮮で。あって、こんなの決められないですよ。ごめんなさい。ベルさんの困ってるところが見たくて、ちょっと意地悪な質問しちゃいました。さてと、じゃあまずはどこに行きましょうか。お店とか見て回ります。それともお腹空いてるならご飯とか。ちょっと待ってください。あの、確認なんですけど、お店で使う食材を仕入れに行くんですよね。そうですよ。私一人だと重いから男の人に持ってもらうと助かるなって。ですよね。なら
お店とかご飯とかそういう話では。だってベルさんは今日暇なんでしょ？ならちょっと遊びに行ってもいいじゃないですか。そうかもしれないですけど。さあ行きましょう行きましょう。せっかくだしお出かけ楽しみましょう。まあ腕を組もうとしないでください。仕入れなんですよね。そうですよね。そうですってば。楽しい仕入れになるといいですね。強引ではありますが、クラネルさんが相手ならあれくらいでもいいかもしれませんね。ブーンを知る。いつもの制服も可愛いけど、こっちもいいよね。すごく凛々しく見えるし。シル、おだてても何も出ませんよ。おだててるわけじゃないよ。私はただ竜のその姿が好きなだけ。この姿が？だって竜がその服を着てるってことは、また誰かを助けに行くんでしょ？そんなおこがましいことではありません。私が勝手に目に留まった輩に急を据えるだけです。それで今回はどんな相手なの？お年寄りばかりを狙った悪質なひったくりです。どうやら同一犯の常習的な行いのようです。でももしかしたら犯人にも事情があるかもしれないよ。事情ですか？もちろん犯罪は絶対にいけないことだけど、犯人にもそれなりの事情があるなんてことも。その根本的な原因を解消しないと、また何度も同じような事件が起こることになると思うな。確かに私にはない発想でした。感謝します、シル。犯人には犯人なりの言い分があるかもしれません。たとえどんな理由があろうと許されることではありませんが。確かに根本的な解決策を講じないと、また同じような事件が起こるかも。そういうことです。よく考えているんだね。それでは行って。リトルルーキーがひったくり常習犯を捕まえたぞ。僕はただ歩いてたら突然ぶつかられただけで。すっげえ、さすがリトルルーキー。違うんです。なんだか竜の出番はなくなったみたいだね。そのようです。よかった、私がこの格好をしないでいられることが一番ですから。そうだね。じゃあお茶でも入れる？ひったくり犯を捕まえた功労者さんに誘ってね。ええ、喜んで、知る。